います。今日は6月5日土曜日です。ですね、今日からまた、今回は2日間、今日明日で、続き、前回の続きの宇和島駅から歩きたいと思います。それで、今日はですね、始発で、自宅の香川県から、前回の続きの愛媛県の端っこですね、予算線最終駅、終点駅の宇和島駅まで、朝のなんと5時17分の始発に乗って、宇和島駅着いたのが9時30分だったかな。はい、はい、それでもう駅から、はい、歩き始めて、次の札所ですね、龍光寺が8キロ先と、はい、いう感じです。はい、はい、前回ですね、は5月のゴールデンウィーク中に歩いて、それ以来なんで、だいたい約1ヶ月ぶりなんですけども、やっぱりね、梅雨入りして、まあ、6月に入っただけあって、まあかなり蒸し暑くて、今日結構ね、曇り空なんで日差しは全然なんですけど、この状態でこの蒸し暑さなんで、もうカーッと晴れたら結構ね、すごい大変そうですね。はい、無事に41番龍光寺を打ち終わりました。で、この霊園の、はい、中を通る遍路道を、次の42番札所に向けて進んでおります。どうもこの山を越える道みたいですね。はい、尻もついてお尻びちょびちょです、はい、峠？あ、とうとう登りですね。かなりの急登です。すごい、結構な角度。どうしようかな、あっちに行きたいんですよね。どうしよう、あそこがなんか上がりやすそうですね。あ、痛い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 、ああ、あはははは、冷たい、あーあー、さっきは本当ひどい目に遭いましたね。僕の友達の三浦くんっていう高青年の
若者がいるんですけども、今の車で、坂内で88箇所お遍路してるんですけども、偶然ですね、なんか今日、坂内でこう43番、僕が今から向かってるところまで打つ予定みたいで、はい、ちょっと連絡がありまして、はい、なのでちょっと合流して、一緒に43番打ちたいと思います。偶然ですね。車遍路坂内ご苦労様です。ご苦労様です。小野さんもご苦労様です。お願いします。和気さお揃いですね。そうですね、完全に、はい、もうほんまここかっこいいよね、ちょっとね、はい、ちょっと形違います。そうだ、おはようございます。今日は、6月6日日曜日午前6時45分です。ですね、昨日は、はい、非常になんかこう刺激的な一日でしたね。はい、まあ、43番札所で三浦くんと遭遇っていう、はい、まあ、なかなか合わそうと思ってもなかなかタイミング合わないですよね。はい、僕は歩いて順打ち右回り、三浦くんは車で坂内逆回りで、たまたまその日のタイムリミットギリギリの札所が同じところ、うん、で別にね、今日お遍路行くっていうのも全然合わせてないですから、まあ、すごいタイミングでしたね。はい、でね、あの納め札箱には、ね、置いて帰りましたけど、錦の札とかがね発見したりとか、はい、まあなんかすごいいい参拝でした。で、宿のね、あの松千屋旅館さんもすごい、おかみさんとかあのスタッフの方々めっちゃ優しい、なんかこんな優しいとこあんまないんちゃうかなみたいなぐらいすごい優しくて、よくしていただいて、まあ、お接待でお弁当まで今日渡していただいて、はい、もうすごいいいお宿でした。はい、なんでまあ本当なんかいろんな意味ですごく満たされた一日でしたね。はい、で今日なんですけども、今日は残念ながら札所参拝はなしで、この国道56号線をひたすら松山方面の方に向いて、31キロかな歩いて、内子駅っていうところから帰宅する予定です。はい、でなんせ今日はいい天気なんで暑いです。さすがもう6月ですね。はい、だから昨日曇りだったのがどれだけ恵まれてたかっていうことがすごい痛感しますね。はい、